基本構造、ミノルタ AF レフレックス500メートル MF8、ヤシカ FX-3 に装着された500ミリメートル反射望遠レンズリング状のボケ。反射望遠レンズ、または、カタディオプトリック式レンズは、レンズと鏡を組み合わせた反射屈折光学系を使った望遠レンズである。カタディオプトリックは、カタアプトリックとダイプトリックの合成語である。 像を作る役割を果たすのは主に凹面鏡であり、レンズは球面周差の補正などをする。ミラーレンズと呼ばれることもある。この記事ではもっぱら写真レンズにおける反射望遠レンズについて述べる。光学系はメーカーにより、マクストフカセグレン式、ルマックカセグレン式など方式に差がある。外観はシュミットカセグレン式望遠鏡に似ている。全長が 焦点距離の半分以下になるため小型軽量にできる。手持ち撮影も可能、色収差が非常に小さいのでカラー撮影でも、色にじみがなく赤外線撮影でもピント修正が不要、安価に製造できる、同程度の焦点距離を持つ他のレンズとの比較で最短撮影距離が短いという利点がある。欠点としては、絞りを入れられないため光量調節が、シャッタースピードか、 ND フィルターによることになるボケが特徴的なリング状になるため違和感を覚えることがある等である。ドイツのアスカニアが製造した反射望遠カメラが1936年のベルリンオリンピックに使用されて有名になった。これのレンズは副鏡を交換して焦点距離 600mMF4.5、900mMF6.3、1 2 0 0ル m f 8として使えた。 アスカニアは600メートル MF2.5 の反射望遠レンズを装着したカメラも作っている。アルミニウム光質鏡がない時代であり反射面の耐久性のために利面鏡を使用しているが、しかし光年キャノン、オリンパス、ニコンといった日本各社が製造したレンズの原理は、このアスカニアの反射望遠レンズに類似している。この方式を使った製品について、カールツァイスでは、ミロター、 健康トキナーでは、ミラーレンズ、ライカでは、MRT、D と、ート、ニコンでは、レフレックスニコールのブランドを使用している。キャノンでは、キャノンレフレックス、キルフィットでは、レフレクター、コニカでは、ヘキサノンレフレックス、マミアでは、セコールレフレックス、ミノルタでは、RF6 コール、オリンパスでは、隋光レフレックス、ペンタックスでは、レフレックスタクマー、ペンタックスレフレックス、 シグマでは、シグマミラー、トップコンでは、レフレクタートップコール、ヤシカでは、レフレックスヤシノン、ヤシカレンズレフレックスブランドを使用していた。中でも、ミノルタ AF レフレックス500メートル MF8 は、オートフォーカスを可能にした、世界初の反射望遠レンズとして、話題となった。ありがとうございます。